見ていってから。今日から俺たちの目標は変わった。入場になっていくわけです、ね。目標は優勝だ。ずっと出してもらってもいいですけどね。全然雰囲気。アイスボックススプリット版。はい、うん。水がうめんだ。まずはオプティックが第一マップ。ピックしたのはヘイブンです。ちょっと俺明日のスケジュールよく分かってないんだけど、どうしよう。そうですね、一番得意としてるというか、まあ、ここまでプレイン回数マネージャーかなり多いヘイブンを自ら選んできました ね。対するペーパーレックスは地域予選で一度、まあ、プレイしましたが、もともとはペーパーレックスもね、かなりヘイブン、マネージャー、まあ、速攻型というか、うん、よりスピーディーにこうアクションを起こしていくならかなりこうやりやすい、まあ、ペーパーレックスが得意としているマップの一つだろうとは思いますからね、はい、そうですね。さあ第2マップはどこになるのか。バインドが見たいですけどね、僕は。うーん、バインドは見たいですね。まあまあこれは見たい。ゆきしろさん、リクエスト通りになりました。声届きましたね。届きましたね、ありがとうございます。バインドが出てきました。ペーパーレックス、バインドのピックです。これは夜来ます、ね、早い。来ますね、間違いない、ね、今チャット飛んできた。はい、ご案内いたしますだって。このタイムスケジュール一度見せている、この舞台でも見せているマップなので、ほら、対策となるとまた難しいですよね。その先ほどの紹介 VTR の時にフナティックは対策をしすぎたようだというね、弁解の話もありました。だからそれを一度見て、あれ、これ見るとつまり僕は明日あれですか、もう本当に18時に来ればいいんですか、マネージャー。これペーパーレックスはディフェンダーサイドの時のやり方としては、はい、あの夜のテレポート一旦待つことだと思いますね。なるほど、それするしかないかなって正直思いました。さあ次にアセントをバンしました、オプティック。自由ですか、18位まで集合すればいいんですかね。ペーパーレックスはブリーズをバン。あ、そういうことですだって。わかりました。そしてディサイダーになるマップ。ご苦労。最後に残るのは、じゃあ肉食うわ。となっていくわけですね。学者、まあお互いね、うん、まあ見せているマップということになりますから。最終マップはフラクチャーです。お互いとなると言うのだ、言うのだ。そうですね、はい、フォーセイ君もネオン、ビクターもネオンなので、お互いにネオンが入ってきますね。結構ね、今回の大会のマップはスカイ、ホットモットの割り箸にチェンバー、爪楊枝入ってねえんだよ。この構成になりました。はい、まあ、おなじみですね。まあ、そうですね、シティはオプティックは、お、爪楊枝あんじゃん。オーメンを使ったり、アスマネージャー入れ替えたりする。ここのパーツだけなんですよね、結構変わったりするなと個人的に思う。おい、マネージャー爪楊枝を打ち作れてた。面白いなと思ったのは、そのペーパーレックスが政治を入れてることによって、うん、例えばネオンを組み合わせたこの挟み込んでいくような、まあ、制圧型のセットなども全然気がつかなかった。しやすくはなるんですよね。はい、